部長です。紬だよ。前回はなんとか書斎を完成させることができた。かなり木材集めに手間取った感じだな。今回は左上の依頼に挑戦。まずは特殊エリアの設営だな。一つ上の施設を作る感じだね。そうだな。次がスキル開発できる環境だ。研究すればいいのかな。そして副スキルの獲得だ。スキルって概念もあるんだね。最後が特殊エリアに人を割り当てる。その前に特殊作業エリアっていうのを作らないとね。以上だ。まずは簡単にやれるところからやっていこう。早速研究だ。ポイントもあるしな。本当はこういう試練から解除した方がいいんだろうけど、それはさすがにポイントが足りないな。ということで他の主目的は忘れるな。分かってるって。ということでまずは弓の子。さすがに外れてるな。でも木材集めに苦労したからこれぐらいいいでしょう。まあ幸いまだポイントは残っているようだな。ただそのポイントで取れるかだな。他にも欲しいものがあるんだよね。不当や家屋が依頼内容のものだな。そのあたりも欲しいけど、クリックしてから少しかかるな。ちょっとスペック不足だからな。ただ現状はどちらにせよ取れないがな。ならアカデミーだ。これも最悪ダメかもしれんな。こっちは大丈夫そう。今持ってる分で取れてよかったな。これもいけるかな。お、いけそう。これは研究ポイントの技術のようだな。アカデミーとは違うんだね。アカデミーはスキルポイント獲得がメインだからな。そうだね。ならこれは取っておくべきだね。これでポイントはなくなったな。さすがに一時きついか。またポイントを貯めてこないと依頼達成はできないな。時間をかければ研究できるわけじゃないのは辛いね。それがこのゲームの制約だな。お、この分別小屋は欲しいな。定期的にゴミが拾えるからな。毎回行ってもらうのも面倒だし。指示が面倒なだけだろ。これで一つ達成したね。さっき取ったアカデミーだな。しかし他のを達成するのは時間がかかりそう。しょうがない。そういえば書斎モードの説明が出てるな。ここで切り替えか。さっき取ったアカデミーと研究モードがあるな。アカデミーだと本がないとダメなんだ。こっちは特にアイテムは不要のようだな。それなのに研究ポイントがたまるといいじゃんこれ。しかし5日で2ポイントだからな。まあやらないよりマシだね。他にもチュートリアルあるの。今度はクランの経験値のようだな。スキルポイント以外にも経験値があるの？だとしたらかなり面倒だが。まあとりあえずは木材を自力で集められるようになったから、さっさと探索に行ってもらおう。そのために不当を差し置いての小切りを取ったわけだろ。木材足りなくて炊事場キャンセルしたからね。今度は木材を集めてちゃんと炊事場作って魚を食べられるようにしないと。そういえば食料がゼロだな。合わせて食料調達もしてもらうから。そういえば遠くだと探索行けないから。野営地を新しく作るのか。じゃないとずっとこのまま出られないし。資源もかなり枯渇気味だしな。この辺りが良さそう。そこは範囲外だ。ならギリギリここで。これでこちらから先に探索に行けるな。前回範囲外で取りに行けなかったからね。書斎で研究する人を増やそう。そういえば暇人が何人いるか不明だな。まあとりあえず突っ込めるだけ入れよう。あと一人いけるかな。大丈夫なようだな。これで研究ポイントが1日1ポイントに。そして研究ポイントが2に上がったな。これで分別小屋はできそう。ポイントは足りるのか。確かにだったはず。どこだ。すぐ下にあるじゃないか。やっぱり探すの大変。くん、いけるね。じゃあさっさと作っていこう。これはゴミの近くに設営する感じだな。今表示されているとこ以外にはないかな。なさそうだな。まあしょうがない。新しい野営地ができたらそっち方面でも作れるかもな。そうだね。今回はここにしよう。あとはできてくれればゴミ収集指示が不要になるな。なんか新しい野営地ができたみたい。
確かにできているな。早速タッサに行ってもらおう。と思ったらイベントだ。どうやらホームレスをなくしてほしいようだな。わかりました、善処します。安請け合いして大丈夫か。マペントで許してくれるだろうから大丈夫だと思う。幸いゴミ収集は勝手にやってくれるからね。新しい野営地の方で見つけた廃墟、探索に行ってもらおう。うまくいけば研究用の資源も集まりそうだな。こっちも行ってもらわないと。ただリスクがあることも忘れずにな。分かってるって。テントももうすぐ完成。完成したようだな。ゴミだけで済んだから楽だったね。でなんか報酬くれないの？見た感じ特に記載はないな。ケチだな。本当の達成は今だったようだな。なんだこの報酬は。この音は探索が終わったのかな。おそらくそうじゃないか。さっきの早送りいけそう。なんだこれ。どうやら残されていた文章のようだな。あんまり難しいことはわからないんですけど。まあ今は深く考えなくていないようだな。とりあえず資源を持ち帰ってきてくれれば。それが狙いだからな。今度は上野も終わった。今度は鳩を見つけたようだな。でどうするかを決めてほしいってこと。そのようだな。ここの選択によって何か影響を分けるんだよね。そうじゃないと選択肢を用意する意味がないからな。そうだね。まあこのクランは自由を重んじるんでしょう。だから一の食べ物をあげて自由にしてあげる。なんかバッドステータスがついたようだな。さっきからステータスとかついてくるけど何。クランを見てみるのがいいだろう。食べ物とかなくて不満がたまるのはわかるけど、まあよほど不満はたまってないか。それでさっき取ったステータスはこれじゃないか。不安はさっきの選択で取ったやつか。それが不満のプラスのようだな。でこっちが鎮静。これはさっきのテントだな。これで不満が下がってる感じか。クランの経験値もなんとかしないとな。さっきの探索で研究用の資源も入ったから研究開始。モードを通常に切り替えるのか。それで研究ポイントを稼いでもらわないとね。そして今不在だからちゃんと人を当てて。これで特殊エリアの研究ができるようになりそうだな。頑張ってね。ポイントがたまったからようやく研究。寄り道はしない方がいいぞ。分かってるって。でも伐採小屋も欲しいな。またゴールが遠のくぞ。手どれ取りに来たんだっけ。多い。任務から再確認。そうそう、魚か採集かだった。こっちから飛んでくる方が確実だな。やっぱ探すの大変だしね。今回は収集家屋行こう。でそのまま作りに行くよ。これは食料がある場所の近くに設置だな。まあ同じようなものが近くにあるし。というかかぶっているがな。まあしょうがないね。こっちができれば前のは潰しちゃっていいね。確かに近くに置くのであればそうだな。見たところそうせざるを得なさそうだから。研究ポイント用は使い切ったから、今度は知識の方を使って。アカデミーに切り替えだな。これでスキルポイントゲットだ。任務の達成に近づけるな。引き続き頑張ってね。やっぱり木材が足りないから伐採小屋を取ろう。幸い特殊エリアの条件はなんとかなりそうだしな。これで木材不足に悩まされないかな。まあ作ってみてどうなるかだな。こうやって見ると木材いっぱいあるんだよね。というか他の説明とかぶりすぎ。 UI を大きくしたせいだな。でもそうしないと文字も小さくなりそう。まあとりあえず設置して様子を見よう。ポイントも溜まったからスキルを取るぞ。この靴どうやら生産系の効率が上がるようだな。ではしとく。これで任務のタスクもクリアしたはずだな。ふう、一つ達成するのも一苦労。無事に達成になったな。あとは
は収支カープができて人を配置したら全部達成だ。もうすぐ収支カープも完成。また一つ任務を達成だな。あとは人を配置すれば終わりのはず。あれ、もしかして暇人がいないんじゃないか。しょうがない、よそから持ってこよう。これでいけるはず。いや、こっちじゃなくてこっちか。配置返しないと。これで全て達成だな。でも実作業者がいない。それは後だな。とにかく次の任務を見てからだ。だんだん人手不足になってきたな。そういう意味では新しい人材を入れたいところだな。ほんとそれ。今度は電波塔をなんとかしろという感じだな。なんか新しい人材は入ってきそうな予感。あくまで連絡が取れるかもとのことだな。もう島も一通り回ったからここに期待するしかないけど。確かにそうだな。なんか2章になっちゃった。突然だな。とりあえずここの目標は他のプランを吸収することだね。まずはさっきもらった任務をこなしていこう。さて、任務の電波塔。まずは探索からだな。このままじゃ使えないんだね。少なくとも改造は必要みたいだな。また研究が必要そう。とりあえず探索から。早くこれを終わらせて次の島を目指したいところだな。おばさんは現状で満足してそうだけど。だが、よくここまで取り戻せたな。それなりにサプライチェーンを頑張って構築したからね。生活するにはいいが、脱出となるとまだまだ厳しそうだな。なんか土来た。電波塔の探索が終わったようだな。お疲れさん。だけどまだ改造できない。わざわざ技術開発なんて言葉が表示されるぐらいだからな。ポイント取れるといいけど。じゃあ素直に研究に向かおう。どうやらポイントは問題なさそうだが。条件に石がある。まずは先にそっちを片付けないとな。で、石を研究するには25。また研究ポイントを貯める日々が続きそうだな。あと14必要か。あまり寄り道しない方がいいぞ。また研究モードで頑張ってもらうしかないか。ずっと気になってたけど、弥一って人減らせる。その表示だと減らせそうだな。やってみよう。お、これなら他のところに人を回せる。ただ気をつけないといけないのは、野営地にいる人間で探索運搬に行っているからな。それを理解した上で人数調整しないといけないってことだね。その通りだ。もうこっちはほぼ探索しないから、がっつり減らしてもいいよね。ただ運搬作業は残るからな。そこだけ注意かな。今職場が遠いってクレームが入った。なんで職場の近くにテントを準備。やはり通勤時間は苦痛だからな。さすがにここだとリモートワークは無理だよね。自動化できるレベルまで文明を戻せたら別だがな。まだ現状だとマスローの安全欲求に到達したべって感じだね。今さら気づいたんだけど、このオブジェクトで資源が回収できそうなんだよね。今まで建物しか見てなかったな。というか、マックが出てきたところしか調べてなかったんだよね。他にもあるかもな。これもそうだね。これで研究用の資源も見つかるかもな。それで探さないと石の研究なんかきついし。ちょうど良さそうなのがあるな。これでさっきのボートと合わせてポイント20ぐらいは稼げそう。突破口が見えてきたな。これもっと早く気づいてたら書斎も楽だったのに。ポイントも溜まったし研究行こう。ようやく石がなんとかできるな。なかなか大変だったな。まあ苦労を楽しむぐらいの方がいいだろう。いや、あまり苦労はしたくないんだけど。これで次は電波塔だ。これはすぐ見つかったな。ポイントも一出し楽勝。コストの方もなんとかなりそうだしな。これで電波塔を直す準備が整った。あとは実際に直す指示を出すだけ。ようやくだな。まずは搬入指示。というか改造までセットだからな。まあどっちにせよ、あとは完成を待つのみ。もうすぐ電波塔の修理も完了。
さすがになかなか大変だったな。それは右上の日数が物語ってる。あとは偵察隊を見つける作業だな。伝送を遅れてあるね。とりあえずは電波塔をどうにかしろってことだな。見た感じだと何もできなさそうだけど。タブじゃないか。これか。今できるのはそれだけだな。よし行くぞ。任務達成のようだ。ふっ。とりあえずはこのショーの目的に近づいたな。まだ偵察隊を見つけただけだけどね。今度は遠征に行ってこいってことのようだ。今まで浅瀬すら渡ってなかったのに行けるのかな。というかそうしないと話が進まないぞ。とりあえず古い工場ってところに行かないと。その上で連れてくるのがミッションだからな。疲れたし今回はここまでにしよう。ガーガーうるさいな。無線じゃないか。これか。なんか持っているものが表示されてそうだな。そしてここが拠点。というかここが古い工場だろ。水没した工場ってあるけど。まあ次回はここに向けて遠征だ。では終わります。よろしければ高評価チャンネル登録をお願いいたします。もうここに来てから2ヶ月か。